ネイサン・クリフォードネイサン・クリフォードはアメリカ合衆国の政治家、外交官、裁判官。1846年から1848年までアメリカ合衆国司法長官を、1858年から1881年までアメリカ合衆国最高裁判所の席裁判官を務めた。1803年8月18日、クリフォードはニューハンプシャー州、 ラムニーの農場において誕生した。父親はイングランドからの移民の末裔、ナサニエル・クリフォード、母親は北、アイルランドからの移民の末裔、リディア・シンプソンであった。クリフォードは7人兄弟の第三子であり、ただ一人の男子であった。クリフォードは、ラムニーの公立学校で教育を受け、ニューハンプシャー州のヘイバーヒルアカデミーを経て、ニューハンプシャー文学院を卒業した。 クリフォードはわずかに教職を経験した後、ジョサイやクイーンシーの事務所で法律を学んだ。クリフォードは1827年にメイン州から弁護士として認可を受けるとメイン州ニューフィールドで弁護士業を開業した。クリフォードは1830年から1834年までメイン州会員議員を務め、1832年からは会員議長も務めた。クリフォードは メイン州検事総長を1834年から1838年まで務めた。クリフォードは民主党に所属し、1839年にメイン州第2選挙区から連邦会議員に選出された。クリフォードは1841年にもメイン州第3選挙区で2戦目を果たし、連邦会議員を連続で2期4年務めた。 クリフォードは3戦目には立候補しなかった。1846年10月、ジェームズ・ポーク大統領はクリフォードを司法長官に任命した。クリフォードは1848年3月まで司法長官を務めた。司法長官退任後、クリフォードは中メキシコ公使に指名された。クリフォードはメキシコとの間でグアダルーペイダルゴ条約の締結交渉を行い、 メキシコ活情地を獲得した。クリフォードは1849年9月まで公使職を務めた。クリフォードは帰国後、メイン州ポートランドで弁護士業を再開した。1858年、ジェームズ・ブキャナン大統領はクリフォードを連邦最高裁判所売席判事に指名した。上院は奴隷制度を支持する民主党員を最高裁判所に置くことに否定的であったが、 クリフォードは上院において、最低得票数二23をわずかに3秒上回る、僅差で承認を受けた。クリフォードは商法及び、開示法を専門とし、メキシコ人居住地の無償払い下げに関わる問題や、通関手続きの事件を扱った。クリフォードは合衆国憲法に関しての、法的哲学に言及することは滅多になく、また連邦と州との間には明確な境界線を、 設けるべきだと考えていた。クリフォードは連邦最高裁判所の売席判事として398の事件で法廷意見の執筆を担当した。時にクリフォードの執筆する法廷意見は過剰に長く、かつ本題から逸脱しているとの批評を受けることもあった。クリフォードは判事職を死去するまで続けた。クリフォードは1876年の 大統領選挙において、その選挙結果を決定するために招集された選挙委員会で委員長を務めた。クリフォードは民主党のサミュエル・ティルデンが勝者であるとの意見を出したが、その後1877年の妥協により、共和党のラザフォード・ヘイズが勝者となった。1881年7月25日、クリフォードはメイン州コ日ニシにおいて死去した。クリフォードは、 メイン州ポートランドのエバーグリーン墓地に埋葬された。1828年3月20日、クリフォードはメイン州ニューフィールドにおいてハンナ・エアーと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。チャールズ・エドワード・クリフォード・ナンシー・エアークリフォード姉さん、J ・クリフォード・ハンナ・ヘンリークリフォード・ウィリアム・ヘンリークリフォード・ウィリアム・ヘンリー,クリ,ー,リンリークリフォード・エリシャクリフォード・リディア。 ジェイクリフォード、ジョージ・フランクリン・クリフォード、ありがとうございます。